先に陣に戻れ。先ほどは失礼した。義勇兵か。ならば今よりその勇気を拙者に重ぬか。拙者は高孫山殿の兵を預かる趙雲。あざ名は紫龍と申す。 敵情を探りに出た戦友が戻らぬのだ。救出の任を買って出たのだが、
行方がつかめない。力さえなかったのに、黄金の隙にさせておってはこの国全体が焦土となってしまう。休息も時には寛容であるぞ。油断いたすな。
戦いぶりを。 敵の士気も大いに揺らごうぞ。
用心して進まれよ。せせ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 を感じる。無理は禁物。時には引くことも策だな。ここは拙者が一時控えよ。
ここは我らで迎え撃つぞ。今までの敵とは一味違うようだ。油断いたすな。よく戦ったな、友よ。貴公の戦いぶり、実に見事だった。これほどの強者が無名でいたとは、今まさに天に昇らんとする竜を見た思いよ。功を競い合った友は、別れ際に笑顔を残し戦場に散った。守るべきもののため、拙者はどこへ向かうべきか。竜のごとき強者よ、貴公は道を示してくれた。この超死竜、乱世を貫く宗師たらん。たとえ百万の軍勢が押し寄せようと、麒麟のごとく太平への道を切り開かん。
この山を奪還し、友の無念に報いるぞ。あのような手合いが混じっておるとは、この先ますます厳しくなるだろう。引き締めてまいるぞ。太平の世のため、この槍を振るわん。